こんにちは、シュエットイベです。このロックオンプラグインタビューでは、音楽制作に役立つプラグインやソフトウェアを取り上げて、ディストリビューターの方に詳しくお話を伺っていきます。第2回はオークサウンドのブルームということで、クリプトンフューチャーメディア株式会社の岩出さんをお招きしております。岩出さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。このオークサウンドは、はい、スピフとスーズという製品出てますよね。そうですね、はい、トランジェントのシェイパーっていうものと、はい、あとレゾナンスのサプレッサーっていうところで、うん、スピフとスーズ、こちらもだいぶ皆様にはご好評いただいているので、はいはい、第2期の製品となっております、はいはい、では早速ブルームについてご紹介いただけますでしょうか。はい、ブルームはですね、開発元でいうところのいわゆるトーンシェイパーとして、一応出た製品でございます。で、こちらはリアルタイム、かつインテリジェントにこうイコライジングっていうものをこうしてくれるものでして、開いていただくと一応こちらにもちょっと表示はされてるんですけれども、ちょっと大きなノブとあと4つのスライダーですね、こういうふうなまず基本的な構造から成り立っております。で、右側のスライダーの方で、周波数帯4つの周波数帯域とその大体のゲインっていうものを設定してあげると、なんとなく音を整えてくれると、非常にこれ説明が難しいんですけれども、非常にいい感じに仕上げてくれるんですよ。後ほどご説明はするんですが、ここで設定した原因とかっていうのはもう厳密な値ではなく、その設定をもとに良い感じに設定を施してくれるっていう風なプラグインになっております。で、なおかつ、アマウントっていうところをこう操作して、ちょっと大きめの値にしてあげると、今度マルチバンドのコンプレッションというものがかかってきまして、はい、ラウドネス自体をこう少し上げていったりとか、聴覚上のこうバランスを整えていくっていう風な、そういう全般的な用途に適しているプラグインと思います。ありがとうございます。とにかくナチュラルで透明感のあるサウンドっていうのが特徴かなと思ったんですけれども、はい、かつその激しいコンプレッションサウンドっていう、そういった音も作れてしまって、なのでそのブルームという製品はミックスで活躍できるし、備範囲がすごく広い、整え系から作り込み系、潰し系、その汚し系までできてしまうという印象がありました。スーズ2も実はサウンドエンジニアの方にすごく評価されて爆発的に広まったっていう経緯があるじゃないですか。はい、で、今回もそのブルームに関してもやはりこれはミキシングエンジニアの方にかなり受け入れられるんじゃないかなという気がしたんですけれども、特に使い方という部分でシンプルに作られているのが分かりやすかったと思うんですね。例えばブーストカットの値と周波数選び そのつまみが一つにまとまっているというところという部分と、あと MS モードにしたときに、はい、そのつまみがちゃんと同じ位置にあるというかですね、ミッドもサイドもきちんとそのつまみがこう整合性取れて配置されているんで、はい、頭の中が混乱しないんですよね。はい、今この帯域はミッドはここなのね、サイドはここなのねっていうことを考えながら、であればそのシンバル そのサイド成分だけ上げてみようかとか、そういった判断がすごく視覚的にやりやすいという部分が、これ初心者の方にもいいんじゃないかなと思いました。ね、はいはい、直感的なデザインっていうのは非常に自分も魅力だなと思っていて、はい、割とこの XY パッドみたいにこう縦横無尽に操作できるなんていうの、周波数と原因のパラメータって今まであんまりなかったと思うんですよ。はい、これが割と革新的だなっていうのと、こういうもうすべてのプラグインに搭載してほしいぐらいの使いやすさかなっていう、そうですよね、ところがありますよね。はい、ありがとうございます。音を出してみましょうかね。はい、よろしくお願いします。はい、このスカッシュ領域に入るとすごくこう、一般的に1176的な音になるなと思ったんですけれども、このスカッシュというのは何なんでしょうかね。はい、スカッシュっていうのは、はい、そうですね、一応コンプレッションが開始される領域っていうふうには公式では一応立っているところではありまして、はい、これを超えてくると、それまでのトーンのコントロールに加えてさらにこう圧縮をかけていくような方式となっています。わかりました。で、このスカッシュを、このスカッシュカルですね、これスカッシュ、はい、何の略ですかね、カリキュレートなんですかね。おそらくカ
ャリブレーションだと、あ、キャリブレーションですね、はい、そちらかと思うんですけれど、うん、まあ、いわゆるあのゲインステージングですね、はいはい、あのインプットゲインの、量を調整してくれるので、スカッシュのその動きもまたそれに合わせて変わってくるというふうな、まあ、スレッショルド的な働きをしてくれるものともある意味言えるかなというところですね、はい、もう上げるとすごいことになっちゃいますね。そうですね、かなりかなりバツバツになってしまうので、うん、なるほど。でちなみに、はい、あのそちらのセットというボタンもあるんですけれども、はい、こちらをクリックしていただくと、まあ、その、はい、時点で入力されている音声に合わせて、まあ、適切な、スカッシュカードの値を自動で調整してくれるというようなものになっています。それ知りませんでした。ああ、そういう便利な、はい、じゃあトリムもセットがありますから、あ、そうですね、こちらも一応最終的なあのアウトプットについても調整を行ってくれるというふうに、はいはい、上がるんですね、はいはい、でアタックリリースに関しては一般的なそのアタックリリースで、はい、これを上げるとやっぱアタックが出てきますよね。そうですね、はい、でリリースもスローにすればかかりっぱなしになる時間が長くなり、はいはい、ここら辺はあの一般的なコンプレッサーと、うんうん、おそらく同じような感覚で使えるかなと。そうですね、でやはりここのトーンコントロールですよね。はい、これもう例えば一般的にダイナミック EQ なんていう言葉が 5,6 年前からかなり出てきたと思うんですけれども、はい、一瞬それと何が違うんだろうと思われる方もいるかなと思うんですね。はい、これはその何でしょう、アップワードコンプとダウンワードコンプということなんでしょうかね、こちらは。そうですね、まあ、はい、ちょっと先ほどのお話と重複するところにはなってしまうんですけど、はい、まあ、このそ総合的に言って、まあ、トーンコントロールっていうふうにあの今便宜上言うんですけれども、はい、まあ、一応厳密にはこの上の設定か下の設定かっていうのに関わらず、まあ、ダイナミックな、EQ とか、まあ、コンプとかっていうふうな機能として一応動作するものにはなってます。なるほど。で、はい、まあそうですね、聴覚ベースのマルチバンドコンプレッション機能って言ったらちょっとあれですけれども、普通のコンプレッサーっていうのはなんて言うんでしょうね、まあ、いわゆるアッテネートだけをするようなものにはなってくるんですけれども、はい、ブルームにおいて何が違うっていうと、今度ブーストもしてくれるっていうのが、今度一般的なコンプとのちょっと違いにはなってきまして、うん、そういったところも含めてこう総合的に、はい、なんて言うんでしょうね、普通のダイナミック EQ とはちょっと違うと言いますか、うん、それダイナミック EQ だけともこうなんて言うんでしょう、言えないし、そのマルチバンドコンプレッションだけとも言えないこの総合的な、はい、プラグインというのが、まあ、ブルームの特徴なんじゃないかなというふうに思いますね。うんうんうん、そうですよね、はい、このリンクを MS スプリットにして、はい、こちらサイド成分だけをまあ、ソロでも聴けたりとか。そうですね、まあ、これ音源的にちょっと分かりにくいんですけど、もっと激しいドラムとかで、ね、プリセットもかなり豊富に揃ってますね。はい、まあ、単一の楽器はもちろんなんですけれども、マスターとかあとバストラックとかそういったものにも、はいはい、適用したものが一応収録されているという感じです、うん、はい、ありがとうございます。岩出さん、このブルームなんですけれども、はい、まずどんな用途に向いていますでしょうか。そうですね、はい、まあ、細かくいじれる、なんていうんでしょう、トータル EQ 的な感じで、はい、まあ、中上級者の方にお使いいただくのも、まあ、ありかなというふうな、先ほど、おっしゃっていただいたように、エンジニアの方の受けも良さそうだなというところで、そういった考え方もあるんですけれども、はい、まあ、各トラックっていうところから、バス、マスターと、まあ、いろいろと広くプリセットが用意されているということもありますので、はい、とりあえず音をいい感じにしたいみたいな、結構ざっくりとした解像度といったらあれなんですけれども、まあ、初心者の方とかミックスあまり慣れてないというふうな方にも、まあ、使っていただきたい製品かなと思いますね、はい、でサウンド全体のこうバランスを整えた上で、アマウントノブの設定自体でこう聴覚に基づいて自然なコンプレッションが加えられるんですけど、はい、例えばいまいち
あの前に出てこないドライブトラックをこう華やかにしつつ、であのスカッシュを足すことであのパンチを加えたりとか、まあ、そういったこともできますし、あとモコモコしたあのピアノトラックっていうものをこう第一線のソロで輝けるようなフレーズにふさわしいこうサウンドに変えることもまあ簡単にできると思うんですよね、はい、でまあミックスパラメータを搭載しているので、まあ、ちょっとこれエンジニアの方向けですけれども、あのパラレルコンプレッション的なあのそういった使い方もあのかつ、まあ、それにトータル EQ も兼ね合わさったというふうな、まあ、割と強いあの製品としてお使いいただけるかなというところでは、ございます、はい、であの、まあ、ソース適用型っていうのが一応あの本製品の売りというか開発元もそれをあの結構表に出しているところではあるので、はい、まあ、売りとさせていただいてるんですけども、まあ、それゆえに何にでも使える、はい、というところもまあ一つの推しポイントかなというふうに、思っており、まあ、例えばあの AI プラグインっていうものが今たくさん出回ってると思うんですね、はい、であのまあそれら一つ一つの効果っていうのも非常に素晴らしくて、あの時短効果とか、あとまあ今ではミックスできるものが出てたりとか、あのそういったところもあったりするんですけれども、こういったプラグインの場合、あのソース入力ソースをこう学習結果に近づけるっていうことを目標としているので、例えば、まあ、ドラム向け の、 あの AI プラグインっていうのをボーカルに使うということはできないんですけど、あのその人間の聴覚的なもの要素をこう考慮に入れて不要なものを取り除くっていうのがコンセプトのブルームに関してはそういったことはないので、はい、あのどんなものにもお使いいただけます、まあ、ですので、あの単一トラック、まあ、バーストラック、あと、まあ、マスター最終調整とかっていろいろな段階があると思うんですけれども、まあ、バランスの良いサウンドに仕上げたいといったような、まあ、そんなさまざまなシーンで、ご活用いただけると、幸いかなと思います、はい、製品については動画概要欄に詳細を記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください、それでは岩井出さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。